初心者だった。私がライトゲームを楽しめるようになったのも、レオンさんの回です。ありがとうございます。ありがとうございます。僕もね20代。前半からいろんなね。あの全国的に有名な人たちが師匠だで、先輩たちもね。大物さんばっかりでうん。あの、いろんなことを教えていただいて、その感謝の気持ちを。師匠や先輩にお返ししようと思っても。 もうこの世にいいららっしゃらないですよ親孝行したいなと思った親いないのだから皆さんにお返ししてるの <laughs> だから皆さんが、えー、喜んでもらえたら僕は師匠や先輩にお返ししたことになる「80MH」の動画見ました「これは巻物にも向きますか?も」もちろんもちろん「のせ調子かけ調子」<laughs> なんか アジングやる人のような言い方でのせ調子かけ調子ってあのしなやかに曲がる竿でもかけて取るんだからねかけない竿ってないからねかけ方が違うだけだからねだから一般的な特にねアジング会話の人たちがこれはかけ調子じゃないのせ調子だって言ってる竿でパチンとかけなきゃ取れないような魚を僕は普通にするよ。 竿の使い方が違うだけよほとんどティップが入らずにパリッてしてる竿でカンッとかける時ともうフッと入るねしかもティップだけじゃなくてベリーバットまでクワッと入る竿のかけ方はかけ方が違うだけよだから僕は乗せ調子とか掛け調子とか言わない巻物に向いてますかっていう言い方で言うならあの 乗せ調子なのよそれは曲がんない竿で巻いてて魚が当たってきたらガッガッあーって乗らないことがたくさんあるよねところがしなやかに曲がる竿で巻いてで巻いてバイトがあったらあの絡みつくくからフックがうーんと入って入、ね、まあ基本的なことを知ってるとは思うんだけどこうやって正面向いて巻いたらダメだよねだから。 竿のしなりが効かないからボーンと引っ張るところだから、こう少し角度つけてかかった時のこう竿が入るような角度で巻いてやるとあの竿が生きてくるよね。そういう意味で言うなら 80mh はノせ調子です。弾かない巻いて釣ってて、僕巻いて釣るの好きだから巻いて釣りやすい竿しか作んない基本。 巻かな「い釣りってて推奨しておきながら何やいやいやいや巻いて釣る時にしっかりのかけやすい乗せやすい竿が好き」って言ってその竿でまかない釣りもやってパンとかけることもするよってできれば乗せ調子かけ調子っていう表現はもうしない方がいいような気がするね。あの多分アジング でしか使ってえー、いろんなメーカーさんのホームページにサウンド説明してあって「のせ調子書き調子」っていう表現はねほとんどないねアジングぐらいかなでアジングはまたなんか特別なうこう方向に行っちゃってその辺をしっかりこう歌わないとユーザーさんがこう納得しないようなあのちょっと得意特殊なね 文化構築をこされちゃったよね。ある種、えー。レギュラーテーパーか、ファーストテーパーかという表記が、最近のメーカーホームページで見られますね。数年前まで、メバルは乗せ、アジはかけという表現の仕方が主流だったように感じます。あのー、昔の。昔の竿の言い方のが、正しいような気がするよ。例えば、こう一本あるじゃん。で、こういう風に。曲がるやつを、八二調子って、ね。で、ここ こんな感じの73で655でみたいな <laughs> まあ力加えてるからそういうふうになったら自然に曲げたらこれ BTS ラのチップ側だけどね自然に曲げたら、えー、82じゃないわけだけど自然に曲げてもこういうふうに曲がるやつが82調子この表記の方が分かりやすくないそもそもファーストテーパーって調子のことじゃないからね。 ここがこんだけ太いものがタケノコみたいに一気にこう細くなるのがファーストテーパーなんでスローテーパーは徐々,徐々に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 細くなっていくのがスローテーパー実際それを曲げるとそうなりやすいからそう言ってるけど実際差は違うよね同じ太さで作ってても先だけ曲がるように作ろうと思ったら作れるわけだからねだから何々テーパーよりもやっぱり何々調子の方が 釣りとしては正確な表現ができると僕は思う、うん、今時よくあるじゃんバット細いのに全然テーパーとほぼないよねまあティップは細いよねティップは細いんだけどバットも細い細い差があるじゃん最近よくうんあれはスローテーパーテーパーで言うとそうでしょファーストテーパーじゃないでしょスローテーパーでしょ でも曲げたらスローテーパーなんだけど曲げたら先っぽだけが曲がるみんながファーストテーパーだと誤解してるような調子になってたりするからあの表記はやっぱりどこか不条理があるよねおかしい。船の餌釣りの差をなんかは何々調子といった表記確かに分かりやすいですね。そうななののの船の餌釣りの差はいだに何々調子って言ってて言くれるじゃない でもルアーロッドでそれ言っちゃうと「じじいくさいおっさんくさい大したさおじゃないだろう」そういう見方すんのよみんな間違いなく売れないのよだからそれやっちゃうと。<laughs> べうねねね校校校校長高校長高難長長高高これも、ね、正確じゃないよでも曲げたらどういうアクションで曲がってんのって話だよね。 硬くても、こう曲がるやつもあれば、硬くても、こう曲がるやつもあるじゃん。うん。そこは難しいところです。だから、何なり調子が正解。七三調子の高校長とか、七三調子の難校長とか、そういうのってわかる。ね。フォーメーか、硬派、難派と表記がありました。<laughs> いいじゃない。あっさりしてて。わかりやすくて。<laughs> そういうの好き。 ジグヘッドは直結しろと先輩に指摘されるんですがほっとけていいなさい <laughs> ほっとけって直結のメリットもあればスナップのメリットもあるのそれを自分が一方的に自分がスナップのメリットが理解できてないもしくは嫌いだからといって直結だけおすすめするのはいけませんスナップのメリットは間違いなくあります 直結ってのは動かないからね、相手が。ジグヘッドのね、が。ジグヘッドのアイに糸をギューっと縛ったら動きにくいでしょ、こうは。でもここがリングになってるとスルスル動くじゃない。動かして釣りたい時だってあるわけなんで、ね。<laughs> エギングでもスナップのがありましたね。エギはねフ、フロントアイでしょ。直、ラインを直結びして 置くと、エギって真っ逆さまに落ちて、この結び目がコンコン岩に当たって断線することがよくあるの。だからエギは特にスナップの方がいいしミニマルなんかもスナップの方が直結びだと、えー、ラインブレイクも多くなるスナップの結び方を教えてくださいえい僕のだからね、言っとくけどねスナップに結び方スナップをルアーにつけちゃう先に その方がね、しっかり結べる。スナップをルーアーつけちゃう。で、後でリーダーつける。スナップの中へ通すって。で、これ、こう持つ、合わせて持つ。合わせて持ったら、こうくる、2、3、4、5。くるくるっと巻く。巻いたら、ここの上の輪っかに通す。 でここは熱もたないように湿らせてゆっくり締め込んでいくカツンはいでヒゲを切るこれが一番早い僕はもうクルクルノットって言ってんだけどまあハングマンズノットだよねあとパラマーノットはね非常にあのノット強度が 強いし、いろんなところで応用が効くので、ね、パロマノットも検索して覚えておいてください。クルクルノットのリーダーがチリチリでも大丈夫ですか <laughs> って意味わかんねえけど。まっすぐなやつをクルクルでこう結んだらチリチリにはなんないよね。できるだけチリチリにならないようにしましょう。ヨーズリではハングマンズノットが一番やりやすい。ね、クルクルノットですよ。さっき僕やってたハングマンズが一番楽。 メバルの釣れるところの探し方は昼間見て回ることですか。それはあのピンポイントの探し方ってことだね。エリアじゃないね。メバルが釣れるエリアの探し方はとにかく普通の人が行けないようなところに行く。<laughs> 人が少なければ少ないほどメバルたくさんいる。もうわかりやすい。つまり離島とか。 まず普通の人じゃいけないような磯とかね。山越えでいけない磯。えあの。船で渡してもらって。一晩磯の上で。過ごす。度胸があれば。<laughs> シャクメバ原、まだまだいくらでも釣れます。広島はそれですら釣れなくなった。あの。船で渡船で行ってつけて一晩過ごすような磯のいいポイント、だいたい知られてるポイント。もメバルはもう。 着メバルはもうほぼほぼぼ無理あの渡船屋さん行くとさメバルシーズンになって渡船屋行くと607080くらいにすばっかりだよエサスさんが3人5人でグループ作ってで船に僕らはの島の堤防に行くために船に乗るんだけどおじさんたち話聞いたらみんな磯で降りるんだって「えー、すごいですね一晩中やられるんですか?」 そうよ朝までやるよーっつって「すごいね」って1箇所に全員降りるんかと思ったら大間違い <laughs> 一人一人急いで降りてくんだよからまあまずは人のが釣ってないよう、ね、なエリアが一番それから、えー、ピンポイントの釣り場ってのはやっぱり昼の下見ってすごく重要で、うん、やっぱり下りの位置とかね えー、例えばブリーデンの森健太郎が、あのー、ずっと島根県でやってたメバル釣りしてた彼が、えー、和歌山の南紀のでかい赤メバルをねいつもいつも行くたびに釣っていくんだけどどうやって開拓したかというとやつはまずグーグルアースを開いて、えー、すあの最大に拡大して海岸線もずーっと見ていくわけ。で あの上空から映してるから水の色綺麗なとこだとこう岩の位位置置とか物位置が見えるよねそれを全部スクショ取っといてで、えー、現地に行って iPhone で再確認して、えー、暗いとこでもその位置がどっか分かるようにしたりとか、まあ、昼間のうち行って、えー、そのスクショした場面行ってみて投げて届く距離にその絞りがあるかどうかさらに現地で再チェックしてで釣るのは夜になってからもう一発だもん。 いきなり1投目から33釣ったとか34釣ったとか、えー、ねあのー、そういうそう森君変態で素晴らしい素晴らしき変態熱心な釣り師さんだ僕なんかもかつてはそういうポイントの探し方してたんだねまあ今はもう誰もが行けるところで小さくていいから面白い釣り方するっていうね、えー、のが僕の楽しみ方なのでうん。 そうでかいんじゃなくてちびちゃんでいいから面白い釣り方をしたい。ね、九州はおかっぱりで両方メバル釣れますよそうえー、っとね北東の端と <laughs> みんな西の端が一番い今はね、えー、だから僕はほとんど最近そうでしょロケが福島行ったり東京半か福島か九州だよ、ね、僕のメバルロケは僕は釣れるとこ見せてんじゃないから釣り方は見せてんだから。 だから釣り方を見せるためには釣れるとこ行かなななきゃ話にならない、ね、で結果的に釣って結果的に釣れた釣り方をこうこうこうでこうやったら釣りましたっていうのはなしそうじゃないこのロケーションでこの流れでこの風向きでこの状況だったらさっきまで使ってたこのプラグじゃなくてこっちのプラグに入れ替えて投げてこうやってここで絶対に食うよっつって食わせるとこを見せてなんぼなんだよ。 だからみんんなの役に立つんじゃん、ね、それが数が少ないところ必死になって新規集中して喋らずに来た釣れたーこれはね実はこうこうこうでこうやったか釣れました無理無理それは見てる人には伝わんないだからリトニキャ釣れるよとかね船から釣れるよって悪口言う人がいるけど釣れ,釣れたとこ見せたいわけじゃないんだけど釣り方を見せるお,お伝えするのが僕の仕事なんで。 メバリングにおいて、グーグルマップでポイントを絞る場合、どんなことが目安になるんですかねう o ん。う l ん。グーグルマップじゃダメよ。グーグルマップの航空写真か、グーグルアース。写真出ないとダメ。つまり、絞りとか物位置がわかんないと話になるんだ。だから、藻が多いエリア、 グ,グーグルラス開いとこなん砂地のとこは真っ白だから上から航空写真がで岩場のところは黒いからでなおかつカーッと拡大すると藻がびっしりあったり下、えー、りつまり岩がこう海中に沈んでいってる岩がいろいろあるとこが写真だから分かるからでまさかここには人がほとんど来んだろうというとこを探していけば大体釣れるそういうもんです。メバルの日本記録は何センチですか えっと最近 JJFA 見てないからねずいぶん以前に見たやつがあのー、ああいう公式記録って長さじゃないんでウエイトだったりするから 1.25kg ぐらいだったかな1.25まあ 40cm ないと 1kg 超えないからねなかなかね、うん、だから公式じゃないんだったら、えー、45cm っていうの僕は聞いてる。 でその人は40オーバーを7匹釣ってる過去に <laughs> ちょっと変わった人 <laughs> ホームポイントでダイビングするんだけど春になると必ずテトラタイに見るビッグサイズメバルの群れ多分俺だけしか知らないそうあのシーズンのねある時期にテトラタイにガバッと入ってきて12週間行ってポンと抜けていくのよねで こう入ってきてここにいてディープにいてディープにいたやつがシャローに上がってテトラについてまた大きい下がって今度は磯へついてとかねメバルのこう一連のシーズナブルなその動向パターンがあってこれは海域でみんな違うから自分が通う海域で、えー、そういうそのメバルの動向っていうものを頭に入れていくと大きいが釣れるしこれがメバルの赤黒白でまたパターンが違うからメバリングはいつまでたっても行,行き着く先がなくて面白い。うん、いますね 赤旗の合わせるタイミングですがこここここっと前あたり的なあたりがある時はフッキングしにくく思いますが待った方がいいですか待った方がいいあの飲み込ませた方がいいこれ赤旗系はねあの旗でもねここの前歯にだけ牙があるやつってあれ基本的にカニとかさ甲殻類を噛み潰すための牙なのよ。でかんで動けなくしといて。 それから飲み込もうという魂胆のやつが多いの、あの根魚は。で、すぐガボッと、こう鈴木みたいのようにう。一発で飲み込もうという。船しないのね。まあ、カサゴもね、割合、一発で飲み込もうとするんだけど。赤旗は。かなり甲角類イーターで、タイミングによりけりなんだけど。結構。こう。噛んで、まぐっといかずに、あの、かん、かん、かんってやる癖がね。 えー、ああるるタイミングが結構あるだからあ,ああいう時は慌てずに騒がせんで待ってた方がいいで待っててうんと思った時にはあの僕らのべわしだったからしょ普通にやれ,やれちゃうんだけど騒先とこう利きに行くわけこうリ,リールは巻かないのこう利きに行ってなんかポンと外れそうだったらやめてフッと戻すのこう利きに行ってフッと戻す時にグッと入るその時がフッキングのタイミングうん待った方がいいです はい皆さんありがとうございます。えー、今ので最後のご質問。ね、またア、あのーカビで保存されますからまた途中からの人はね最初から見てやってください。はいということで101分今日やりました。皆さんありがとうございました。じゃあまたねー。